ではニーラ、ウェンディゴ、スグリーバーもう出てこないのでスグリーバーオメガを倒すということになりますね。スグリーバーオメガがルインガーを落とすということになってるみたいですね。こいつがルインガーなのか。ルインガーレベル4か。な、今は。で、これ第4の試練。ここで出てくるかな。ちょ、装備をアルテミス用にちょっと戻しとくか。全属性標準なのでウィークかければいいな。まあ、適当にブレスレットはめて。じゃあまあ、ウィークデプロテから強切りでの重なぎアルテミスで行きましょうか。なんかやたらピンク色で怪しいな。ラブホの入り口みたいな。出た。よいしょ。じゃあ買っていきましょう。はい、おしまい。よーわ。まあ、ルインガーの攻撃力はまあ別にいいかな。あ、金の呪法か。金の呪法どうなってるかな。大丈夫かな。まあ、いいか、2周目は確か金の呪法変えるんだよな。冷えし火の玉。なんだこの中肉臭い。へぇ、なるほど。あ、これはなかなかいいな。じゃあ、雷、風、攻撃アッププラス 20% になってるのは、キマイラが落とすっていうことになってるのかな。さあ、第4の試練は、1つ目の部屋は瀬戸 ×2、2つ目の部屋はガッブル ×10。なんじゃこりゃ。雑魚。で、3つ目の部屋はサイクロプスになってますね。で、1つ目の部屋で瀬戸 ×2 を倒すだけで終わってしまいます。それでようやくついに最強の武器が手に入ります。まあ、ついでに言うと盾ももらえます。これはこれバルハラか。バルハラっぽいですね。じゃあこいつは買うだけでおしまいや。生まれた場所に戻れ。さいなら。終了。で、これがトルネードですね。はいはい。さあ、ついに終わりました。全部の試練が。いよいよこの先はラスボスと行きたいところなんですが、まだキマイラがおる。キマイラを絶滅させねば。すべての試練を踏破し、祭壇に希望の光を注ぎました。祭壇を調べてみましょう。わかりました。ポールダンス。さあ、どうなるのかな。あれ、背中の武器が背中の武器、盾が変わっとるやんけ。それを装備した覚えはないんですが。聖火ランナーにでもなるのか。お、折れた剣が戻りました。セラの贈り物だよ。また刃物か。それで失ったものすべてを。お姉ちゃんならきっとできるって。お前のプレゼント刃物ばっかじゃねえか。そうか、すべて取り返すさ、お前と一緒に。世界の終わりに最後の血を流そう。ごめん、ダサいと思ってしまった。つうわけで手に入れました。おお、トロフィーゲット。こんなトロフィーもあんのか知らなかったな。まあ、あのオープニングであのルミナにおられた剣が
まあ、復活してさらにパワーアップしたというのがあれでございます。アルテマウェポン攻撃力、魔法攻撃力2500で、シーンドライブ強化回、これはシーンドライブで与えるダメージ量が 15% 増えるみたいですね。で、回じゃない方は 10% 増える。で、ダメージを与えた時の HP 回復量が回は3倍で、通常の場合は2倍だそうです。で、普通のシーンドライブ強化はこれだったかな、うん、これ、うん、オーバーチュア、ブレイズエッジもありますね。うん、この2つはシーンドライブ強化、普通のやつで、縦はこれですね。ガード防御力330で、 ATB 速度アッププラス20。うん、なかなか素晴らしいですね。まあ、アルテマウェポンは正直攻撃力が高いだけでそんなにいいとは思ってないですね。どっちかというとこっちの方が魅力的ですね。構成アップ中の方がついてるし。で、キマイラ狩りは、まあ、もちろんこのマサムネを使います。アルテマウェポンを使いません。アルテマウェポンではもうひるませることはちょっと難しいので。じゃあ第一の試練でキマイラ狩りしましょう。さあ、ほんでキマイラ戦はまあカーズ、ウィーク、デプロテかけた後の強切りからの重ね着アルテミスでまあ行きます。それでひるみます。今まで全然ひるまなくてアクセクしてたのは、この正宗つけるの忘れてて、モルゲンセルンでやってたからなんですね。この正宗構成アップ つけてるからカーズ、ウィーク、デプロテかけた後でひるませることができたわけです。別にこれじゃなくてもいいです。鬼の金棒でもいいです。これ構成アップショーですけど、ちょっと上がってればいいです。まあ、あいつ棒出しの状態だとキーブチ60やから、カーズかければ簡単にアルテミスのカット値55で、まあ、ひるませられるかなと思ってたんですけど、戦闘開始直後にまあ通常攻撃してくるので、その通常攻撃のキーブチが70になってるので、カーズかけてもキーブチマイナス15やから、通常攻撃のはカーズ中でも55、構成アップ つけてない状態でアルテミス打ってもカット値55やから、引き算してもキーブチ0、キーブチはマイナスにならないとひるませることはできないので、構成アップが小でもついていたらまあそれでいいと。一応試しにこの鬼の金棒でもちょっとやってみましょうか。だいぶ攻撃力が低くなるけど、まあ大丈夫でしょう。で、出現は目の前の扉を鍵にして表す、出します。そうすればこっちに気づくことがないんですよね。だからエクセレント評価で戦える可能性が上がるわけです。うん、まあ、気づいてません。で、アタック。ご覧の通りエクセレント評価。再生を導こう。ご覧の通りひるみましたね。まあ、こういうことなんですよ。はい、倒しました。ああ、エアロが大か。エアロが3だが、手に入れるまではリセット。ていうか、なんでアルテマシールドつけてんのやろ。ノブレスの方が ATB 上がんのに。アホや。まあ、ちなみに、マサムネやと、もう大体3発くらいで終わりますね。2発目、3発目。OK、終わり。あかん。よし。ようやく行こう。うん、スタイルちょっと変えるかな。これやめるか。一応これにしとくかな。もうキマイラもキマイラオメガも今のやり方だけでやろうと思ってるんですよ。ただキマイラオメガは HP バカみたいに多いので、 ATB 足らなくなることも考えて、このスタンバイ ATB 速度アップ回がついてるこいつの方にしようかな。OK、 準備完了。まあキマイラオメガは一応何もしてない状態でのキープ値は、まあキマイラよりはまあ上がってます。10上がってます。つまり70。まあなんですけど、解放を願うのか。あちゃ、運命の道をダメージ食らってもだ。振り返る暇はない。まあなんですけど、通常攻撃のキープ値は70のままなんで、このやり方でひるませることができます。 OKOK、 順調順調。さあ、もう出てくるかな。まあ13日目は最終日の場合、キマイロオメガの HP は、270万なんですけど、
この14日目はなんと450万に上がってます。増えすぎだろおい。でまあエクセレント評価でも330万超えという、もう出たな、もうとんでもないバケボンになってます。まあ視界が発生しないのでこれ以上の強化はないですけど、じゃあ宅発外してやりましょう。よいしょ。戦い方はもうこれまでと全く同じです。まあ体力はご覧の通り337万。あ、吹っ飛びますね。まあ通常答えは倍を聞くんですけどね。ただこいつは両方の首を破壊しないと効かないことになってます。もう終わりかな。あ、もう一発か。はい、おしまい。さよなら。まあ両方の首破壊しないと、何べんも重ね掛けしないと入らないってことになって、両方の首破壊して初めて1回でかかるという風になってます。まあ、こいつファイガーなのか。でこれがあれかな、雷攻撃と、ま、風攻撃プラス 20%。 うん、そうですね。これまあまあ使えることは使えますね。さて祭壇の方に戻りましょうかね。まあ崖の魔法の合成はもうどうでもいいか。もうオールカットでいきましょう。まあ、ということで、とりあえず全部絶滅ですね。ついに、あのサイドクエストも、これもクリアというわけですよ。まあ、これ2周目じゃないとダメですけど。ついにやることは全て終わりました。あとは、ラスボス、ブーニーベイゾーンを残すのみでございます。とりあえず今回はここで切らせていただきます。ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。失礼します。